グラウンドホッグデー、グラウンドホッグデーとは、アメリカが衆国を呼び、カナダにおいて2月2日に催される自立の一種グラウンドホッグ、ウッドチャックを使った春の訪れを予想する天気占いの行事。この日、島民から目覚めたグラウンドホッグが自分の影を見れば、冬はまだ長引くと占われる。同様の風習は、 ヨーロッパ各地にあるが、ドイツの穴熊による気象伝承の由来説が有力。ペンシルベニア州中部のの式典が、今や動員数最大のイベントである。同州南西部のドイツ系移民が多い地域でも、地元のロジクラブが、グルンドサウダークと称して、ドイツ方言で開催している街もある。米国多州の数多くの場所でもグラウンドホックの予想が式典として行われる。 北米カナダでもオンタリオ州多多数の例があり、ケベック州でも2009年来ジュールドラマルモットを実施している。グラウンドホック、ウッドチャックは2月2日に冬眠から覚めるが、外に出て自分の影を見ると驚いて巣穴に戻ってしまうとされており、春の到来時期は晴天、影を見た場合は冬はあと6週間は続くだろう。曇り、悪天候。 影が見えない場合は、春は間近に迫っていると占われる。最も有名なのは、ペンシルバニア州で開催される恒例行事だが、北米各地で同様のイベントが行われ、テレビや新聞で報道される。その発祥については、ペンシルバニア州のドイツ系移民の記録が最も古く、その本国、ドイツやオーストリアには、アナグマを同じ2月2日の生殖祭に観測し、 これが影を見ると、冬が長引くという、全く同様の気象伝承が伝わっている。また、ドイツ系移民は、グラウンドホックのことをダックスと呼んでおり、これはドイツ語でアナグマを意味する語、ドックスに通じている。ノバスコシア方言でグラウンドホックデーを意味する、ダックスデーも、同じ語源とされる。遺説としては、アイルランド起源説もあるが、ヨーロッパ起源参照。 概してグラウンドホッグデーは、ドイツ系移民の本国が発祥と考えられる。最古の文献は、ドイツ系が多いペンシルガニア州南東部に位置するで書かれた日記で、1840年2月2日付で、本日、ドイツ人たちが言うところによれば、グラウンドホッグが、冬のネグラから出て、影を見ると、あと40日間、ネグラにこもるらしいと記録される。 書いた本人は、モリスという名で、ウェールズ系だったが、近辺のドイツ系住民について述べている。翌年の基調では、影を見ると、また六週間の居眠りにつくという表現に変わっている。最初に、グラウンドホックデーにおける、この動物の観測を報道し、1886年、最初に祝日として記念したのは、1887年、現在このデーの式典で最も有名な、 ペンシルバニア州だとみなされいる。これは、地元新聞編集者の発案で指導したとされる。パンクサトーニー・スピリット紙の編集者の一人、クライマー・フリースは、グラウンド・ホック・デイ公案の父とも称される。グラウンド・ホック・デイが広く、米国各地やカナダに広まったのも、パンク・サトーニーが、その電波の震源地になっていると示唆される。年代のいつ頃かの時期に、 パンクサトーニーエルクスロッジという団体により、グラウンドホックデーの行事が主催され始めた。ただこのロッジは、当初は、グラウンドホックを、狩猟目的、食用にすることに主眼を置いた集まりだったという。グラウンドホックピクニック、夏季のイベントは、1887年すでに、行われているという記述もあるが、別の郷土市やの説明によれば、1889年前後に、 ロッジの宴席でグラウンドホグ肉の料理が出され、狩猟会はその後の出来事だという。1899年、ロッジ会員を中核として、パンクサトーニーグラウンドホグクラブというものが形成され、グラウンドホグフィーストと称して狩猟、バーベキュー会を9月、久し行事として行うようになった。ただ当日の狩猟の部分は次第に形式化されていく。 実践的でない芝居がかった資料となっていった。その理由は、当日供される肉は、マリネの下ごしらえのため数日前に用意する必要があったからである。肉の味は、ポークとチキンを掛け合わせたようだったと、その頃の記事に書かれている。資料、食事会は、対外的に十分な関心を引けず、廃止となった。パンクサトーニーが、対外的に、グラウンドホックデーを報道し始めたのは、 つまり来訪者に披露するのを意識した行事となり始めたのは1902年以降だろうとされる。そして、グラウンドホックデイ行事の例明期の PR に、この番下の狩猟会は密接な関わりがあった。グラウンドホッククラブはまず、その狩猟会の集会所をカヌーリッジウェザー枠と解明し、気象予報士の会合であると発表した。その狩猟会に、 ピッツバーグの気象局のフランク・リジウェイを招平し、予報対決で敗北を喫した同氏が、その復讐として、グラウンドホッグをトーストに乗せた、美味しい料理で食べるのを楽しみにしている等という、筋書きで、グラウンドホッグデート狩猟会にまたがって、広報活動がされたである。リジウェイは、ブレア・グラウンドホックの補佐役、アシスタントとされ、また、この局長を派遣したことで、国家政府は、 同地のグラウンドホック気象予報を正式認定しと報じた。パンクサトーニーは他のライバル長である1907年にロッチを設立等と競争優位に立つため様々な PR を展開し競争に勝利したとされる以下報道関係の出来事の年表である。グラウンドホックデーのイベントとしてはペンシルバニア州パンクサトーニーが最も動員数が多い。 約4万人が、同州や他州、カナダでも行事は行われている。パンクサトーニーのフィルとは、パンクサトーニーで飼育されている有名な、グラウンドホックの名前である。フィルは、毎年2月2日に、グラウンドホックデーの主役として、町郊外の森の中にあるゴブラーズノブという丘で、占いを行う。祭りは、日の出前から始まり、朝の7時半のフィルの登場と、天気予報が、 メインイベントである。言い伝えに忠実に従うならば、巣穴から出てきたグラウンドホックの行動を観察して、占いをすべきだが、実際の祭りでは切り株型の小屋から出てきた、引っ張り出されたフィルと共に、その年の予報が読み上げられる。パンクサトーニーグラウンドホッククラブが、フィルの普段の世話をしており、中でも、インナーサークルと呼ばれる特別会員たちは、毎年の祭りを主催し、 グラウンドホックデイには、タキシードとシルクハットを着用して登場する。フィルの名前の由来は、フィリップ王だとされ、長たらしい正式名称が付けられている。ゴブラーズノブに居させられるのは、当日だけで、普段は、パンクサトーニーの図書館にある空調のいた部屋で、フィリスという名の妻と一緒に飼育されており、冬眠はしていない。フィルによる占いが始まったのは1887年で、 これまでに何匹ものグラウンドホッグがフィルを襲名をしていると思われるがパンクサトーニーグラウンドホッグクラブはフィは寿命を伸ばすグラウンドホッグの飛躍を飲んでいるので毎年同じフィルが天気予報をし続けていると主張しているちなみに普通のグラウンドホッグの寿命は6から10年ほどまたフィルの予報はクラブのメンバーが作っているわけではなくフィルが クラブの会長にグラウンドホッグ語で教えてくれるのだという。パンクサトーニーで祭りが始まった当初は森の中で行われる小さなイベントだったが映画恋はデジャブ現代グラウンドホグデー1993年2月12日全米公開の翌年から人口6200余りの街に世界中から数万人の観光客と多くの取材陣が集まるようになった。 また、何年から始まったかは不明だが、パンクサトーニーは、現在、天気予報の世界首都を名乗っている。他にも、同ペンシルバニア州では、1907年にザ・スランバディング・グラウンドホック・ロッジという会館が、設立され、グラウンドホック行事に携わり、一時は、パンクサトーニーとしのぎを削ったこともあった。そもそも発祥の地である、ペンシルバニア南西部、 ペンシルバニアダッチと称するドイツ系移民の密集地域ではグラウンドホックロッジが主催して住民集会を執行するがペンシルバニアドイツ語以外現金ルールで英語を喋ると一言あたり何千とかの罰金が課せられる。ニューヨーク市の公式グラウンドホックはであるアメリカ南部ではジョージア州のがおりテキサス州アービング市の主催のものは世界 第2の規模と称している。アラスカ州では2009年に2月2日をマーモットの日として公式の休日にした。カナダではオンタリオ州ワイアアートンのウィリーが最も有名である。また2009年代、ケベック州ガスペ半島のにマルモットのフレット、フレット・ラ・マーモットがマルモットの日のマスットとして登場し、ケベック州すべてを代表する気象予報。 マルモットとして活動している。ノバスコシア州の島の予報が報道されるが、この州の方言として、グランドホックデーはダックスデーと呼ばれ。グラウンドホックを飼育していない動物園などでは、プレーリードッグやミーアキャット、ハリネズミなどを代用することもある。グラウンドホックデーの風習は、19世紀のアメリカのドイツ系移民の間で始まった。ドイツでは、アナグマが、 この2月2日、生殖祭にあたるに出て、火を浴びると4週間冬が長引くという手占いの文句があり、この動物をグラウンドホックに代用し、4週間を6週間としたのが、ドイツ系アメリカ人版である。ドイツやオーストリアでは、2月2日の生殖祭のアナグマの動向が冬の終わりを占う風習が存在した。地域によっては、その動物は熊やキツネであった。 本来は、クマだったが、数の減少とともに、他の島民動物に代用されたとみられる。実際、アナグマが生殖祭に日浴びしたなら、あと4週間は穴に戻る。サントズイヒデアドックスインデアライチェアスウォッシュ、ソーゲートイ r アルアウフビアボケンビーダーズローシュという一辺の脳筋炎、気象、伝承を伝える陰律詩があるが、これがグラウンドホックデーの風習と、 当然なことはすでに指摘されている。これとほぼ同じ軸のものも1823年の金元州に見られる。ペンシルバニア州のドイツ系移民の間では、本国とほぼ同じ農事金言が収束とされていたが、影を見た場合の冬の長引きが4週間から6週間になっている違いがあった。そして、ドイツでアナグマとされていた予報動物がグラウンドホック。 ペンシルベニアドイツ語、ドックス、ドックスに変わっている。ドイツ系移民、ペンシルベニアダッチの方言では、グラウンドホックのことを母国語でアナグマという意味のダックスと呼んでいたのである。しかし、その名は、廃れていったらしく、英名と同じ、土の豚を意味する、グルンド、サウ、グランドサウが全区で主流となっていった。これを示すのが年の、 信仰と名真集、2月2日は、グルンドサウド奥。もしグルンドサウが影を見れば。という格言が、ペンシルベニア・ダッチカントリー全14軍で、使用されていると記される。生殖祭の気象伝承は、そもそもは、単純に、この日が晴れなら冬は長引くと歌ったものだとされている。この単純系の天気占いの英語版、陰律詩は何種かあるが、以下が、その一例である。 If c a n d l e m a s is fair and clear, 聖職祭の日が聖老ならば ,The LLB, ウィンタースインザイヤー。今年は二つの冬がある、同様の詩はドイツ語やフランス語にもあり、さらにはラテン語版もあるので、かなり古いと考察される。キリスト教の聖職祭は2月2日に行われたローマ帝国時代の女神を称える、行進の式典、のちるペルカーリア祭りに由来するとされる。 そして、ローマの祭典も、もともとは、ケルト文化の導入だと見られている。2月2日はにおけるインボルクと符号し、これは、当時と新聞の中典にあたる。インボルクなど、イタリテンと文典の中間は、毎年4つあり、いずれもと呼ばれて、ケルト文化の重要な日である。古典美術史学者、1946年は、グラウンドホクデーの起源の問題について、 アナグマの日の伝承はドイツに根差しているが、伝承が希薄なブリテン諸島、イングランド、スコットラン、アイルランドから米国に持ち込まれた可能性はないと断じている。しかし、ブリテンのカトリック信者の中では、ハリネズミによる同様の天気占いがあったと、スコットランド出身の米国記者、1886年や1900年が記述する。アイルランドの伝承にも、 聖ブリギットの祝日、聖職祭と同日に島民から出てきたハリネズミの気象予言があり、これが米国のグラウンドホックデーの起源になったのと意見する、ケル学者も存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。